半球型の石突き尖った石突き半突き型の石突き石ずきは棒状の道具における地面に突き立てる部位の故障。また、日本の姓の一つ。槍や薙刀などのながら武器における人部と逆側の先端のこと。武器の種類や用途、目的によって形状や材質は異なる。尖った石突きは野営地において槍などを並べて地面に突き立てておき、急な故障に際して、 手に取りやすくする用途があった。騎兵などは騎乗してから槍を取ることができた。杖、ストック、三脚、傘の先端、釣竿の竿尻、弓、矢筒の保護袋のテーブなどがそう呼ばれる。地面に接する部位の保護のための金具のことも指す。また、キノコの軸の下場も、石突きと呼ばれる。記述例としては、太平記マ二29に、 八角に削られた下肢の木の棒イコールつまみ棒に関する記述の中で両端に石突きを入れたと述べられている。古老沢の記述として、宝蔵院流草術では石突きの長さはほと同じにしており、穂先が打ち寄られた際には石突きで勝負するようになっていた。実際、折られた状況で石突きで対応する話が日本武術神明記に記述されている。 ありがとうございます。